JR セントラルタワーズから見下ろす飛翔とロータリー、交差点、左奥に大名古屋ビルジング、右奥に名古屋ビルディング、名駅桜通り口の前にある飛翔、奥に大名古屋ビルジング飛翔とは、愛知県名古屋市中村区名駅の桜通り口の前にあったモニュメントである。銀色で、おおよそ円錐型をしており、名古屋駅前においては、シンボル的な存在である。 名古屋市制100周年の平成元年、世界デザイン博覧会の開催に伴い、名古屋市営地下鉄桜通線の開通や、名古屋駅前のロータリー交差点の整備が行われた。この一環として、過去から未来への発信をテーマに、1987年度に公開設計協議をして、集まった応募作品109点からデザインを選定した。設計者は、いいで、 大成建設名古屋支店に勤務していた頃に手掛けた作品である。稼働開始は1989年7月12日である。高さは23メートル、底面の直径は21メートル、構造を支えるパイプが16本、化粧パイプが96本ある。噴水ホースと光ファイバーとナトリウムランプが備え付けてあるが、噴水機能があったのは2001年までで、 水しぶきがロータリーの車にかかるため停止された。ライトアップも照明器具の不具合により2015年時点では行われていなかったが2018年11月より名駅地区のクリスマスイルミネーションに合わせて再開された。地下街、ユニモールからつながる連絡通路もあり、災害時には一時避難場所として使うこともできる。デザインは縄文土器の縄をイメージしており、 市民が大輪になって新しい街づくりをすることと21世紀に世界へ情報を発信する名古屋を象徴している。2015年11月26日、名古屋市開本会議の一般質問で、同志市長の河村隆は2年をめどに秘書を移設する見通しであることを明らかにした。千二十七年のリニア中央新幹線開業に向けて名古屋駅前ロータリーは、 再整備が進んでおり、巨大な飛翔をどう扱うかが課題になっていた。2018年12月、市は飛翔撤去後の広場を整備する方針を固めた。広場の両側に一般車とタクシーの乗降場を別々に配置するほか、乗り換え時に雨に濡れないように大きな屋根を設置することを検討している。駅前の道路は Y 字型になる予定。 飛翔は2020年度に解体を始める予定で、解体後は飛翔の一部を移設、保存する方針である。ステンレス缶を溶接した構造であるのでそのまま、移設することが困難であり、解体後の2021年度から再び、組み立てられるか検討を始める予定である。2020年3月6日、河村市長は飛翔の移設先を笹島ライブの名古屋、 高速道路高架下で調整していることを明らかにした。この発表後、秘傷の設計者である、イーシンが、同年3月1日に72歳で亡くなっていた、ことが判明した。2021年3月3日、解体工事が始まり翌年4月までに完全に撤去される予定。ありがとうございます。